ソシエダ久保建英がリーガベスト11選出。ソシエダ FW 久保建英、データ分析サイトのリーガベスト11選出。これ見るとソシエダが久保王様にしないの意味不明だな。ここでも久保とクロースは仲良く並んでるんやなう。中盤以降で見れば攻撃力が段違いのマドリー・バルサーとレキコ・ジローナの選手に混じってソシエダっていう場違い感半端ないし、しかも数字見たら2番目に高いじゃん。モラタが割と数字良くてソシエダ狙ってもいいんじゃない？ 31 歳なのがネックだけどさ。この指標は決定機に至る一連のプレーの連続の中でステージーなどのメジャーな指標だけでは表しきれない選手のアクションに、それが重要なプレーかどうかの優先順位をつけながら、より重要なプレーにはより大きな評価を正確に与えることができる指標らしい。マークボにプレーについて俺らが言ってることをより正確に数値で具体的に表してくれてるらしいよ。細かい数字はどうでもいいよ。高らかな残留宣言していないし、雰囲気的には遺跡に傾いてそう。結果やデータで出てるのにアンチがいるのマジで謎。久保はプレミアっぽい気がする。